おはようちゃん。おはようちゃん。またお前かよ。俺しかいねえだろ、ブレブレバンカー。りーちゃん、いらっしゃい。バルダックもいつもありがとう。菅谷もな。カラトもいらっしゃい。勘弁すれ。もうよ、手間もう俺の口癖が映ってんだよ、それ、文字で。勘弁しれとかよ、勘弁すれとかよ。朝早いんだよ、俺。もう年寄りは早起きなんだよ。乳首透けてますよ。乳首取っちゃってんだよ、なんかしんないけど。見て、このブルドッグ、俺に似てね。ほら、サングラスかけてる俺と、そっくりだんべ。なあ。なあ。そっくりだんべ。自分でもよ、ローリングゴロゴロしねえ、うるせえな、この野郎。ユイガファミリー来なくていいから、お前。似てんだよ、これよ。ほら。足の短さとかも似てんべ。なあ。配信してねえとき、ちゃんま、寝てるか、映画見てるか、本読んでるか、本読んでるっていうか、なんかニュース記事とか全部ザザザザって流れ読みしてるか。そんなもんよ、やることねえんだからよ、こっちはよ、のんきなじいさんだからよ。いや、これリスナーにもらったんだよ、この帽子もリスナーから買ってもらったの。だからリスナー曰く、まあ店に飲みに来た時に渡されたんだけど、リスナー曰く、多分俺に似てるからじゃねえの。いや、コーヒー牛乳じゃねえ、今よ。昨日の飲みさしのおめえ、氷溶けちゃっておめえよ。なあ。そうそう、久しぶりにレッドブルーだよ。ふわっちで山田枠し、あ、山ちゃんやってんの？いいよ。リチコはやってりゃいいよ。な、あんまりお前らいじめんなよ、山田のこと。あいつすぐ心が折れるから。な。復活早い。酒飲んでんじゃねえかよ。飲みさしだけどな。氷溶けちゃってたよ、おめえ。朝起きたらおめえ。うわ。KP じゃねえからもうやってんだよ、俺は。今日もなんか花粉がひでえな、これ。目痛えもん、今。鼻も痛えしよ。いやあ、これ飲み終わるぐらいになったら絶好調になってくるからよ。大体さ、俺逆によ。なあ、言ってやっていい？お前らいつ寝てんの？俺は寝るときは寝るで。放送やってねえときは大概寝てるかなんか他のことやってんだけど。俺が枠開けたらお前何時に開けたって来るだろ。どういうこと？マジで。通知で起きた。だから起こしちゃってごめん。何やってんだって、手間なんかおかしいだろ、サイクルが。な、いつだっているぜ、おめえ。マジで。体調が、俺のペースでやってんの？
人生を、な、まあ、人の人生だから何とも言えねえけどよ。いや、いいよ、だから。いいよ、別に。だけど、こっちがよ、大丈夫かなって思っちゃうよね。誰のための通知は、まあそうだけど、通知で起こしちゃうとよ、あれじゃねえかよ。佐野さんのペースに合わせ、やめなさいもう。佐野のペースに合わせてると廃人になるぜ、ベルカッツよ。今日ってか昨日は、20時に寝てしまいました。3時に目が覚めてしまいましただろ。こういう誤字脱字は俺ちゃんと読めるから大丈夫だよ。ゆうちゃん。脳内変換俺結構パパパってやれるから。君のファンは一体何人いる？大していねえんじゃねえの？人気ねえもん。だって嫌われもんだからな、俺なんかな。だってまだ5時前だぜ、お前よ。ほんまかじゃねえよ。いいよ、そういうの。いいよ。読めるから、そういうのは。大してファンはいねえな。でも、ディープに、ちゃんまん大好きが10人いたらいいかな。ひたすらの、ギースケ、やめなさいよ。体悪いから禁止してたんだろ？なあ。まるで俺がおめえ悪影響じゃねえかよ。まあ、世の中必要悪とか、そういうのもあるからな。ツチノコとファンの数が一緒。なんだよ、それっつおめえ、てまえよ。意味がわかんねえわ。そらまめいつも来てくれてありがとう。うさぎ先輩、いらっしゃい。どこがいいのかな、こんなクソじじいな。大していいともねえんだぜ、俺なんかよ。ずる賢いじじいだしな。そうだろ？ファースト、おはよう。唐揚げ屋はやれそう？さあ、どうだろうな。やったって客来なきゃな。潰れっちゃうしな。しゃあなしだな。なんで顔認証できねえんだよ。まだ金入ってねえわよ。どうなっつってるの？これ。どうなっつってるの？まあ、9時過ぎぐらいだな。もう一回チェックすんな。皮肉な米の返しが絶妙にうまい。ね。クラウドファンディングで、唐揚げ屋の資金調達しよう。てんじゃねえよ、ほんとよ。でも、唐揚げ屋だったらな、楽だもんな。揉み込んであげるだけだから。俺が一生懸命タッパーの中でクッてよ。ニンニクと生姜ぶっこんでよ。なあ、醤油ぶっこんでよ。酒ぶっこんでよ。きっと揉み込めばいいんだよ。塩麹かなんか少し入れちゃってな。惣菜屋で買って転売の方が楽だろう。いや、だから、揚げたて食いてえやつもいいんじゃねえかよ。ホットウォーマーも買うよ、俺は。当然。コンビニとかにあるやつ。佐野のもんだから、明け方に病気だよ、お前。
いくらあれば、そこの店舗の場所にもよるんじゃねえ。200万ぐらいじゃねえの。機材で100で、開けるのに100じゃねえ。100ぐらい積んで渡せや、店舗借りれんべや。で、100ぐらいありゃ、厨房機器とか全部揃うべ。100もかかんねえかもしんねえな、厨房機器は。人生もうまいこと言わなくていいから、手間。読みたくねえよ、もうそのセリフ全部。ケツまで読まねえからな、この野郎。混ぜ混ぜ、違うよ。混ぜさんはもうほら、大阪香川グループだから。OKG だから。考えが甘いね。でも、タレちゃんそのぐらいでできると思うべ。200ぐらいで。まあまあ、そこそこいい線行って、店舗数あたりでよ、中古のよ、フライヤーとかよ、ホットウォーマー買ってくれるんだから。ほんなんで。なあ。シンクだってあんなの安いんだからよ。シンクなんか5、6万で売ってるぜ。もう100かかんねえかもしんねえな。ホットウォーマーが、まあ10万円だとして、フライヤーが1個中古で、6万、7万ぐらいだろ？ドライヤーじゃねえよ、バカ野郎。そんな100もかかんねえかもしんねえな、設備投資には。ってテーブルと椅子なんて、椅子なんかパイプ椅子でいいやろ？テーブルなんかおめえよ、ビールケース積んでよ、上おめえあれだよ、ベニヤ板くっつけちゃいいだけの話だからよ。なあ。チープでいいべ、そういうの。でも一応よ、俺の頭の中によ、まあ、俺、ちょい言ってた、そう、屋台風な。ちょいちょい言ってる、鶏肉屋があるんだよ。そこ大山地鶏があるから、もう唐揚げは大山地鶏でやろうと思ってるから。タレちゃん、やるなら次はちゃんと毎日店開けろよ。そうだな。いやいや、ケンちゃんが今やってんの？あれ、知らねえけど。だいぶ辺鄙なところに店出したみたいだけいつ開くかわからん店もおもろい。そりゃめ来たよ。お客さんがめ行って、また閉まってるよって、ちゃんまんとこよ、みたいな。そんなやついたな。いや、今どうしてんのか知らねえよ、俺は。全然。そんなやつに興味もクソもねえからよ。ケンちゃんやってないっぽいよ。あ、店をってこと？配信をってこと？でも、どっちでもいいんだけど。それ言ってやんなよ、手間。お前よく見てんな、おめえ。雪平鍋でな、唐揚げあげてんだな。フライヤー入れろよな。せこいんだよ、そういうとこがよ。なもん、たかだか知れてんだからよ、あんなのよ。ゴルゴマンで売ってんだからよ。電気フライヤーな。店をやってないっぽい。だから潰れたんだろ？儲かんねえからやめたんじゃねえの？
だからそうやって消えていく配信者もいるんだよな。佐野は図太いから、うん。お、しずく、おはよう。調子はどうだい？安定してるかい？うん。佐野さんはやってる体だけど、うるせえよ、仲間のこの野郎。お前来んなっつったらだよ、この野郎。晴れたすかんみたいな。調子いいので来ました。ああ、よかったよかった。うん、体調のいい時はな、うん、いいことだ。でもおめえあれだぜ、病室でおめえ朝の5時からおめえこそこそ聞いてんじゃないよ、ほんとに。ちゃんとイヤホンで聞いてるか。あ、そっか、雫はだからあれか、ビニールシートの中にいんのか。そうだよな、白血病だったらビニシーだよな。おう、ビーフカレー、おはよう。映画花束みたいな恋をしたを見てきました。な、ロマンチストかよ、この野郎。ロマンチックしてんじゃないよ、本当によ。あ？俺はブルシー、うるせえよ、おめえ。俺の行く末だよ、ブルシーは、おめえ。もしまた店始めて真面目に営業したら、アンチやめてやるよ。タレちゃん？ああ。個室なので、チャンマンの声よく聞こえ。だから、ね、ヘッドホンにしろっつってんだよ。イヤホンによ。やめれや、外にまで声、な、看護婦来るだよ。看護師がよ。誰かいるんですかっつって。やめれ？ああ。ナースコール入っちゃうぞ、この野郎。な。イヤホンにしなさいよ、ほんとよ。たぶん、どうしようもねえな、ほんと。配信者がバカだとリスナーもバカなんだよな。でもよ、みんなでバカでいいと思うよ、俺は。全バカ。うん。みんなパータローだよ、おめえ。でもよ、俺よ、何がいいってよ。まあ、キャラもいいんだけど、俺自己分析な。まあ、何がいいって言っても、俺多分声がいいんだよな。ああ。持って生まれた。もう病みつきになるのは多分ね、キャラじゃねえんだ。声なんだよ。ああ。だからおめえらいつも寝落ちするんだよ。ふざけやがって。おめえらよ、だってよ、人のことよ、延長延長とか言ってよ、言いながらてめえら寝落ちしてんだんだよ。なあ、急にコメントしなくなるやついるだろ。あんな野郎寝やがったな、みたいな。うん。なあ、んとによ。そ、寝落ちする癖しやがってよ。延長延長だよ、めえよ。冗談じゃねえよ、ほんとよ。チャンマンの声癖、だから声はいい、顔はいい、顔はブサイクだからいいんだけど、うん。リスナー自分勝手だからね。いいんだよ。だってそんなこと言ったら俺なんかお前一番の自分勝手だぜ。ジャイアニズムだからな。うん。そう、まあね。ジャイニーだからよ、俺はよ。子守歌だわ、ぐっちゃいよ、もう。な。子守歌になっちゃってんだもん。ラジオも悪くなかったから。そうそう、だから映像なんか別になくてもいいんだ。基本的には、俺の場合はな。
むしろ、ラジってる時の方が、俺は、なんだろうな。プーダラ系が出るよな。ふざけたジジイ系がな。まあ、ラジオパーソナリティにな。どうかな。今度よ、俺よ、お手紙のコーナーやってみようか。リスナーに。メールアドレス教えてやってよ。お前メール送ってこいよ。佐野に物申すとかよ。テーマ決めてな。今日読んじゃうぜ、この野郎って。こんなの来てんだよ、おめえよ。つって。ああ。入っちゃうよ、おめえよ。もうどうせディスりまくりの、メールが来ると思うけどな。ラブレターのコーナー、それねえから。今日お手紙読んじゃうよ、つって。ん？山梨県甲府市。男性46歳。なんだよ、山梨この野郎、放蕩じじいがよ、とか言いながらよ。なあ、面白いべ、そういうの。リンリンはいいよ。リンリンやってもいいんだけど、な。もうよ、止まんなくなんべや。そしたら俺の電話がよ、ごめん。過去のよ、リンリンでもう俺、懲りてんだよ。一日100件とかなってんだぜ、俺の電話。バカだろ、普通。あ、ケッチいらっしゃい。病気治ったらリンリンしたい。なんでそこ病気関係ねえべや。そうだな、お手紙コーナー面白そうだな。見てるこっちがヒヤヒヤする？リスナー怖い？いや、そうでもねえよ。だってみんなふざけてるだけだから、アンチだって。急通料金設定してやろう。いや、意味がわかんねえよ。ダイヤル急通貨。古いよ、ももうちょっと飲まねえとダメだな。エンジンかかってこねえな。今日もむくんでねえわ。体調いいんだな。俺よ、どこで見るかって言ったら、ここにアキレス腱のくぼみができるかできねえかでむくんでるかどうか見るんだよ。ここのアキレス腱。その隣に座れる入札やり、いいよ。アキレス腱あるよ、俺。ほら。結構よ、シェイプされてんだぜ、俺。いや、俺足短いとかみんなに言われるけど、意外と長いんだよ。もうアンチは裏返しを言うからな。逆張りするからよ。スラッとしてんだよ、おじさん。意外と。腹だけはほら出てるけどな。あ、でも、あ、ちょっと腹筋割れてんのバレちゃうからな、これ。また、コソ練やってんだろ、じじいとか言われそうだからよ。酒入れてくっか。ぬるいのはいいや。氷入れてくるわ。氷と酒入れてくる。これもう、薄まっちゃってっからよ。エンジンかかんねえや。氷が溶けて薄まっちゃってるわ、これ。だな、これ。よいしょ。